はい、皆さんこんにちは、ケンキです。今回はね、使えるドローンのポジションについてご説明していきたいと思います。ではですね、早速行っていきたいんですけれども。はい、ということでね、早速その使えるポジションについてなんですけど、これね、ヘリポート基地のこの地下ですごく活躍するドローンで、僕生放送とかでもね、よくやってるんですけど、あそこ、あの通気口のダクトの上に置いちゃうっていうテクニックですね。これかなり使えるんで、よかったらやってみてください。で、実際問題、これどうやってこんな守りの防衛地点に入れんだよって話だと思うんですよ、最初。いや、こんな入るわけねえだろ、みたいな、ここにね。と思うと思うんですが、まあ、もちろんね、この動画上げたすぐは、まあ、多分使えないと思うんで、まあ、見てから、まあ、数ヶ月、まあ、1ヶ月後ぐらいに、ちょっと忘れた心ぐらいに使い出すといいと思うんですけど、ここね、みんな湧くと、何します？はい、B 湧きました。よしっつって、多分ね、大抵の人が、わーっつって、ここら辺で作業して出すんですよ。こうやって、ビリンガチャガチャンとかやってね。で、向こうもガチャガチャガチャンって。ここね、ここのルート、このルートってね、意外と誰も見てないんですよね。で、しかも、大体リインフォースしてるんで気づかないと。で、このルートを使えば、あのダクトに行けるんで、まあ、バレずに潜入できるっていう。これ結構ね、何回も成功させてる技なんで、まあ、生放送見てる方だとね、よくご存知だと思うんですけども。じゃあ一回、じゃあ実際のルート行きましょうか。ルートね。これ簡単で、これ行くじゃないですか。これちなみに PS4 でも行けます。こう行って、で、ここ乗るんですよ。でね、ここに乗って、ここ乗るんですよ。はい。で、こっからがポイントで、なんかね、PS4 だと、まあ、PC だと軽く簡単にいけるんですけど、PS4 だと難しいと思うんで、まあ、ここつけて、左向いて、上向いて、ジャンプ。これで乗ります。このね、ちょうど間を狙う感じで飛んでやると綺麗に飛びます。これめっちゃ強いです。こうやってね、こういう感じ。ここだとかなり見通し良くて、使いやすいかなと思います。で、これの派生版もあって、こっちはね、ちょっと PS4 でいけるかどうかわかんないんでね、カスタムマッチとかで検証してほしいんですけど、ここピョーンって乗るじゃないですか。で、こっち乗る。で、このままこっち乗る。ここね。ここも結構強いです。ここ見やすいですよね。で、大抵相手は作戦とか開けるんで、ここから見えると。で、逆にここに乗ってあげるのもありですね。ここに乗ってあげると、ロッカーと作戦が見えます。こういう感じで見ると、この最近ね、ドローンのこう見える角度が変わったんで、これでね、両方とも見えるかなと思います。こっちはね、確かにいけない。あ、いけた。いけたけど、これは見えないですね。網には乗れないんで、そこは注意です。これね、よかったら使ってみてください。まあ、逆、あっこも使えますしね。あそこも一応乗ることはできるんで、ちょっと乗ってみましょうか。ここまでは一緒で、で、これ吸い寄って、で、今これ矢印見てるところわかりますかね。今矢印出てるところを見てあげて、ジャンプしてやると、簡単に乗ることができます。これね、ポジションだけ覚えておいたら、ね、すぐできると思うんで。で、これマジで案外バレません。サポート系のキャラクターを使った人はね、ぜひここに最初の初手のドローンをね、入れるのをトライしてみて、で、相手のプレイヤーをね、ドローンで索敵してあげて、ドローン1個でね、チームを救える、そういったトリックプレイが、このゲームには存在するんで、よかったらやってみてはいかがでしょうか。それではね、このまま本編いきましょう。どうぞ。ものすごい眩しいんですが、あ、そこいたん。ディフューザーを取り戻した。新オペレーターは残り1人だ。テレ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 タタタラドアート。
なんで3人しかおらんねん。仲間速攻死んだし。後ろからやるとあんな感じなんやな。あ、うまい。きついやろなこれ。あ、右右右。マシマシマシ。うまい、うまい。すげえ。決めていった。敵部隊が爆弾を見つけた。敵部隊が爆弾を発見。ここは敵の支配下だ。すぐに離れろ。ノーは大丈夫だ。このエリアにいると敵に見つかるぞ。もう一人いたか。まあでも頑張ったやろ。全然いくない。かなり頑張った。ナイス。今のもが効いてる。ラスト1やろあいつ。なんであいつ今なんでラスト1やろ。左警戒したよ。そんな早動かへんやろ。あの足お前見えてたやん。お前の目の前に足いたやん。そんな一つ早く動かない。ほら何でそこ警戒すんねん。ラスト1やぞお前。なんで固くないそこ警戒すんねん。おかしいやん絶対。ナイス。そこ前ミッション成功だ。なんか大学生の時クレイジーソルトとあとウェイパーある友達ん家行くと俺は料理うまいって思ってた。逆になんか意識高い豆板醤とか持ってるやつの料理は大体うまくなかったね。うん、だいたいウェイパーかクレイジーソルト、まあ、両方持ってるやつはだいたい強い。まあ、なんか手料理作ってくれる子とかもウェイパー作ってくれる子欲しいわ。まあ、ウェイパー作ってくれることもつまり工場じゃけどな。甘い。それはお前甘い。いやーほんとウェイパーを作ってくれる子欲しいですね。代わりに僕は買うか。まあ自分で守るしかな。こっちはぶねー、けー、危ねー。いやーなんとなく刺してん。殺す前にじゃあいるなと思って。そこでとどめ刺そうと思ったけど、ミヤまでいる多分。